二分目、二分目、ニッチぎ、バイナリーツリーは、データ構造の一つである。根付き構造の中で、ある濃度、接点、濃度が持つ子の数が高々2であるものを言う。典型的には二つの子はそれぞれ、左、右と呼ばれる。例えば、二分探索や二分ヒープを実装するために、使われる。以後、括弧の中は、英語表記、親から子へ有効線分。 変、エッジ、エッジが引かれる。こう持たない濃度を、歯、リーフ、リーフないし外部濃度と呼ぶ。歯でない濃度を内部濃度と呼ぶ。ある濃度の深さは、ルート、ルート、根に当たる濃度からその濃度までにたどる経路、パスパスの長さ、経路の種ではなく、濃度、マイナス濃度を1と数え多数である。特定の深さの濃度を総称して、木の中でのレベルと称することがある。 ある濃度の高さはその濃度から最も遠い葉までの経路の長さである。同じ親を持つ濃度同士を兄弟であると呼ぶ。濃度 P から濃度 Q までの経路がある場合、P は Q の先祖、Q は P の子孫である。濃度の大きさは自分自身を含んだその濃度の子孫の数である。二分期の中でもすべての濃度が葉であるか、二つの子を持っている。 次数が2であるというものを全2分期と呼ぶ。完全2分期はすべての葉が同じ深さを持つ2分期を指す。コンプリートバイナリーツリーには他の定義もあり、ある n についてすべての葉が n または n-1 の深さを持ち、すべての葉をできるだけ左に寄せた2分期を指すこともある。この場合、一番下のレベルは 左側からすべて連続的に埋まっていなければならない。ほとんど完全な二分目は右である子がいれば必ず、左である子がいるが、逆は必ずしもまでないものを言う。典型的には次のような定義が用いられる。二分期は連結された経路を持たないグラフで、拡張点の次数、拡張点に出入りする辺の数が3を超えないの。次のことが証明可能である。 いかなる二分期でも、次数一の濃度の数、歯に当たるは、次数三である濃度の数より、ちょうど二だけ多く、次数二である濃度はいかなる数にもなり得る。根付き二分期は、根に当たる頂点が一つだけ決められており、その頂点の次数が二を超えないものを言う。そのような根を一つ選ぶと、すべての頂点が、おののユニークな親と二つ以下の子を持つことになる。だがこれだけでは、 子供の左右を決めることができない。連結条件を外したもの、平路を持たない向効グラフを森と呼ぶ。森は木と異なり、互いに連結している要素が複数あっても良い。もう一つの定義は、有効グラフ上での再帰的定義である。二分期は次のいずれかを指す。この定義では左右は決まらないが、唯一の根を決定することはできる。二分期は、 プログラミング言語の基本的な要素を用いて構築することができる。データ型としてレコード型とポインタ型、参照型を持ったプログラミング言語では典型的な方法では何らかのデータと左右の声のポインタからなる濃度を組み合わせて木を構成する。場合によっては親へのポインタを用意することもある。参照する相手がない左右どちらかあるいは両方の子がない場合は 何も参照していないことを示す特別な値にる、ぬるのことにしておくか、事前に決めた、ある濃度、万平と呼ぶを指すようにする。親への参照付きのデータ構築例をパスカルによって示す。明示的な方法ではないが、配列に二分期を格納する方法もある。完全二分期ならば、この方法でもスペースを無駄にすることはない。根の添え字を例とすると、この場合、添え字、 愛の濃度の子は、添え字に愛1と2愛2に格納され、その濃度自体の親は、あれば添え字フロアー2にある。配列を用いると記憶容量の節約になり、行きがけ順、先行順、プリーロダートラバースセルでデータを舐める場合特に、参照の局所性が向上する。しかし、連続したメモリ空間を必要とし、木が大きくなる際に、大きな処理時間を必要とする。また、 N 個の濃度を持つ高さ H の木に対し、2N に比例したメモリを消費する。ML のようなタグ付き共有体を備えた言語では、しばしばタグ付き共有体として2分期は構築される。それには2種類の濃度が用いられ、一つはデータ、左の子、右の子を持った3タップルの濃度で、もう一つはデータも関数も持たない、波である、蒸気パスカルや C のようなポインタ型を持った言語の2る。 にあたる。しばしば、ある二分期に属するおのおのの濃度を調べる必要が出てくる。濃度を訪れる順番には定番的なものがあり、それぞれ利点がある。二分期においては、ある濃度とその子孫もまた二分期を構成する。これを部分期と呼ぶ。したがって二分期を部分期に分け、細起を用いて探索する方法は自然である。根を調べてからそれにぶら下がる。 部分器を調べるのが、行き掛け順。部分器を調べてからその根を調べるのが、返り掛け順片方の部分器を調べ、根を調べ、ついで反対の部分器を調べるのが通り掛け順である。二分探索日では、通り掛け順探索は濃度を大きさ順、あるいは大きさの逆順に調べることになる。奥優先探索とも言う。根からできるだけ遠く、しかも、 すでに調べた濃度の子である濃度から調べていく方法である。一般のグラフと異なりこれまでに訪れた濃度をすべて記憶しておく必要範囲。というのも木には経路がないからである。行きがけ順、通りがけ順、帰りがけ順探索はすべてこれの特殊な例である。深さ優先探索と対照的に未だに訪れていない濃度を根に近い方から探索する。 濃度ごとに値が割り振られているとする。ある濃度の左の子及びそのすべての子孫濃度の持つ値はその濃度の値より小さく、右の子及びそのすべての子孫濃度の持つ値は、その濃度の値を大きくなるように構成した二分期を二分探索2という。二分探索2を通りがけ順に探索すると、各濃度の値を大きさ順、あるいは逆順に得ることができる。 このような木を用いると二分探索は容易になる。目的とする値を X とすると根から始めてという再帰的コーディングが可能である。二分探索技の検索効率が最高になるのは木の高さが最低な時で、すなわち根から描く浜での高さができるだけ等しくなった場合である。そのような二分探索技を平行二分探索技と呼ぶ。詳細は 平行二分探索儀を参照されたい。半順序集合を二分期で表現したもので、ヒープ、二分ヒープ、バイナリーヒープと呼ぶ。親子の間で割り当てられた値について親子、ないしは親子の関係が必ず成立するものを言う。前者の場合値が最小の値、後者の場合値が最大の値を持つことになる。詳細は、 ヒープや二分ヒープを参照されたい。三つの例では、二項演算子を用いた三述式を二分期で表現している。この式を逆ポーランド記法、中置記法、ポーランド記法で記述すると、それぞれとなり、左優先の返りがけ順、通りがけ順、行きがけ順に相当する。強調部分は図で点線で囲った部分期である。部分期が二分期であることは、 式の項もまた式であることとよく対応する。簡潔データ構造は情報理論で求められる最小の領域のみを消費するデータ構造である。フォーミュラ1個の濃度を持つ異なった2分期の個数はフォーミュラ2、すなわちフォーミュラ1番目のカタラ乱数である構造が同じ期は同一のものとみなす。フォーミュラ1が十分大きくなると、これは フォーミュラ5程度になる。したがって、それらを符号化するには少なくとも、フォーミュラ6ビット程度が必要となる。よって、簡潔に分岐はノードあたり2ビットだけを消費するもので、なければならない。この条件を満たす簡単な表現法は、行きがけ順にノードをなめ、内部ノードなら1、歯なら0を出力する方法である。ここで、歯は、データを含まないものを指す。木に、 データが含まれるなら、例えば前期のパスカルの例でデータフィールドの中身が空でないなら、それらを次々に配列の中に格納していけばいい。次のような関数を用いる。ストリング型データストラクチャーは最終的にフォーミュラ7ビットになるに過ぎない。ここでフォーミュラ1は内部ノードの数である。ストラクチャー型データの長さすら記録する必要がない。 次の関数を実行すれば、情報が全く失われていないことがわかるだろう。これはストリング型データから2分機を再構築する。さらに洗練された簡潔表現を用いると、木構造をより小さく表現できるだけでなく、簡潔さを保ったまま、より便利な操作もできるようになる。一般に、順序のあるきと2分機との間に1対1、対応関係をつけることができる。これは、 リスプ言語で特に用いられるものである。順序器の中の任意のノード N を2分期のノード N と対応させる。N の左の子は N の最初の子である。N の次の子は N の右の子 M。その次の N の子は M の左の子。そのまた次の N の子は M の右の子。といったように、次々に右に木を生やしていけばいい。別の見方をすれば、これは順序器の 格納度の兄弟を次々に右フィールドを用いて連結した一種の連結リスト構造に格納し最初の要素を左フィールドに入れたのと同じである。二分期はオリジナルの木を社に傾けて表現したと考えることもできる。左の黒い辺が最初の子、右の青い辺が次の兄弟を表す。左の木にある葉はリスプではのように表現されるだろう。これは 計算機の中では右のように実装されているはずである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。